陶器の棒。埼玉県西部にある国道の整備で、道沿いの山の中に管理事務所建てて、夜間も作業してた。夜勤以外の大半のものは家に帰ったり、近くの町の美地保とかに泊まった。俺は元請けの責任者とこの事務所に寝泊まりしてた。夜勤のある平日は夜中も誰かしら事務所にいて何事もなかった。それでも作業が休みの日もあるわけで、一日中誰もいない。責任者も帰っちゃって、俺だけが残った。国道って言っても山の中を通ってるから交通量は多くない。夜はたまに走り屋みたいなのとトラックがまばらに走ってるだけ。一人残されると結構怖い。昼間近くのコンビニに行って食料とか酒とか雑誌なんかを買い出しして夜に備える。管理事務所はよくあるプレハブの2階建て。1階が休憩所で2階が会議室兼仮眠室になってる。その日は夕方まで作業場を見回ったり、国道を見張ってる警備員のおっさんとこ行って雑談してた。その時、休日夜間の警備はつかないって聞いて、完全に俺だけかよってちょっとビビった。夕方6時頃、警備のおっさんがハンコもらいに来て、ビビってた俺はまた雑談しようとしたが、おっさんは、いや、早く帰りたいと言ってそそくさと帰っちゃった。帰り際、夜は早く寝なさいね、なんてお母さん的なことも言ってた。でもなんか表情がやけに固く、いつものやんわりとした空気じゃなかったのでよく覚えてる。日も暮れてあたりはすっかり暗くなって、一階の休憩所で買っておいた飯を食う。それから雑誌をペラペラめくりながら缶ビールを飲む。半分くらい飲んだ時、外で音がした。鉄でできた機材の上に小石が降ったような、カンカンカンって音。それほど大きな音でもないが、はっきり聞こえた。俺はその音を無視した。しばらくしてまた同じ音がした。さすがに無視できなくなり、見に行くことにした。何かあったら俺の責任になる。ライトを持ち、事務所を出て音のする方に歩いていくと、重機と機材が積んである空き地がある。誰かがいたずらで小石でもばらまいたのかと思ったが、誰もいない。その辺を一回りしたが、変わったところはなかったので戻ろうとした。その時、ガサガサって、やぶをかき分けるような音がしたんで、びっくりして振り返った。人がいた。スーツっていうか、背広を着たおっさん。背が高く、180くらいは余裕でありそう。顔をちらっと見たが、目が大きいくらいしか特徴のない、普通のおっさん。こいつの仕業だと思った。誰？って俺が聞くと、無視してまたガサガサと草木をかき分けて山の方に入っていく。俺はおっさんを追った。おいおい、待てよ！するとおっさんは藪の中で立ち止まり、向こうを向いたまま、ブツブツ喋ってる。あ？何？こっち向きなよ。頭のおかしいおっさんが入り込んだと思った俺は嫌になりながらも近づいていった。よく聞き取れなかったんだが、おっさんは多分、陶器の棒。陶器の棒。
って繰り返しつぶやいていた。え？何言ってんの？俺はおっさんの頭をライトで照らした。その途端、おっさんはものすごい勢いで山の中に入っていっちゃった。気味が悪かったので、それ以上追うことはせず、事務所に戻った。しかし、外にあんな気色悪いおっさんがいるので眠れなくなった。それから何かあったら嫌なので、責任者に電話をかけ、先ほどの出来事を伝えた。うん、まあ、変人だろうな。多分何もないだろうから大丈夫だよ。とか、人ごとのように言われて終わった。俺は、例の、陶器の棒がやけに気持ち悪く耳に残り、怖かった。で、仲のいい同僚に、おい、なんか変なのいるから来てくれよ。って、電話した。最初は、ねみーとかめんどくせえとか言って断ってた同僚だが、俺がしつこく頼み込んだので、空気を察してくれたのか、来てくれることになった。人を待つってのは、やけに時間が長く感じる。30分くらい経ったと思って時計を見ると、まだ5分しか経ってなかったり。時間は、夜9時を回った。そろそろ同僚が来るはずだった。でも、来ない。全然来ないから電話した。留守電になる。しばらくしてまたかけるが、留守電。変な妄想が頭をよぎる。もしかして、ここに来る途中事故った。やばい、気持ちがそわそわして落ち着かない。そんな感じで一階の休憩所でタバコを吹かしていたら、外で、ギャーとか、うわーとか規制が聞こえた。実際、ビビりまくりの俺だが、外に飛び出る。すると、またもあのおっさんが、規制を上げて走り回っていた。ついでに、いつの間にか濃い霧が出ていた。こりゃ警察に通報だ。と思い、携帯を取り出すと、おっさんがわめきながら突っ込んできた。助けてー！助けてもらいたいのは俺の方なのだが、おっさんの青白い鬼気迫る顔に動揺した俺は、携帯を落としてしまった。次の瞬間、突っ込んできたおっさんは、俺の携帯を踏んづけた。バキッと携帯が折れた音がした。俺の頭の中でも、何かがブチッと切れた音がした。てめえ！とか怒鳴って、おっさんの腕を引っ張った。おっさんはそのままの勢いで倒れ込み、俺は携帯を拾い上げた。完全に折れていて、液晶画面も割れていた。おっさんは怯えた顔で俺を見上げている。何してくれてんだよ。早く！早く！会話になってない。おっさんは、早く早くと言うだけだ。頭に来ていた俺は、うっせえな！っておっさんを掴み上げようとした。ダメー！おっさんは大声でそう言って、俺の手から逃げて立ち上がり、また走り出した。国道の方におっさんは走っていき、俺は追っかけた。ノームで工事用の照明もぼんやりして、足元がおぼつかない。こんな山の中で狂人と追いかけっこしても仕方ないので、俺は諦めた。とにかく異様な状況でおっかないし。国道の方でおっさんがまだわめいている。うわあ、来るなとか聞こえた。
何から逃げてるんだ、あのおっさんは。シャブ中か何かか。そんなことを考えていると、ひときわでかい声で、陶器の棒って聞こえた。その瞬間、ドシンと地響きがした。次に車の急ブレーキ音がした。鳥肌が立ち、嫌な予感しかしなかった。恐る恐る国道の方へ向かう。すると、車のヘッドライトが近づいてきた。同僚の車だった。急ブレーキをかけたのは同僚だった。俺は同僚の顔を見て安堵した。さっきのドシンって音、何だったんだ？俺が同僚に聞くと、すぐそこの国道に落石があったという。しかも、かなりでかい岩が落ちてきたらしい。危なかったのか？と聞くと、霧で落ちてきた岩が見えなくて、ぶつかりそうになっただけ、と笑っていた。それで、背広着たおっさん見なかったか？と聞いたが、見てないようだった。そういえば、おっさんの気性がピタリと止んでいる。まさか落石に潰されてないだろうなと思い、見に行った。幸いにも潰された痕跡はなかった。また落石があるとも限らないので、早々に事務所に戻ろうとした。その時、同僚が、あの霧何？って聞くので、指さす方を見ると、何か、でかい人のような形をした霧が、ゆっくり歩くように、闇の向こうに移動していく。とにかく、早く事務所に行こう。すっかり怖くなった俺は、同僚をせかして事務所に戻り、眠れない夜を過ごした。